皆さんこんにちは、みちです。今日は月曜日、1ヶ月1万円生活の結果報告にやってきました。食事の記録、お料理の一口メモ、購入品など記録してますので、よかったら最後まで見ていってください。それではどうぞ。はい、今日から1万円生活が始まりました。まだちょっと感覚が分からへんから、とりあえずお家にあるものから食べていこうと思います。少し前にスパイスカレーの作り方の動画をアップしたんですけど、今回はそのお肉の仕込みをちょっと変えてみました。これをすることでお肉が柔らかくなって味もつきやすくなるのでおすすめ。3時のおやつの代わりにカフェオレをいただいて、夜は適当です。卵焼き醤油入れ忘れて味なかった、はい、今日も朝はこれです。今日はきのこ先に入れちゃったから失敗した、はい、今日のお昼もスパイスカレーです。昨日と一緒。夜ご飯です 笑う。思ってたより美味しかったからね、ちょっといっぱい食べちゃった。メイキング動画もあるのでよかったら見てね。最近朝にあんまり固形物を取ってなかったんですが、ピヨピヨパンが食べたかったので今日は朝パンしました。3日目のお昼、まだまだカレーで大丈夫。今日はね、あんまりお腹が空かなかったんで、いつも朝に飲んでるジュースを夜に持ってきました。今日の購入品はもやし2つ、絹豆腐と黒いりごまです。はい、こちらが5月2日の購入金額です。残り9715円。はい、本日の購入品はこちらです。今日はお野菜を中心に買ってきました。冷蔵庫にキャベツがあるから、また餃子を作る。トマト缶も残ってるから、それ使ってサバのトマトスープも作ろうと思います。これで来週末ぐらいまではいけると思うんやけどな。こちらが5月3日の購入金額です。残りはあと8315円です。こんな感じにレシートもまとめてみました。封筒にね、こんなん書いちゃったから、お会計の時恥ずかしくて、こうやって隠してお金払ってる書かんかったらよかった新しい封筒に変えたらいいだけの話なんやけど、こんな感じで記録をしていきますね。それでは今日から2週目頑張ります。また来週の月曜日も見てね。またねー。